知事が県内各地に出かけ、夢を実現するため三重を舞台に頑張っている人たちを紹介する知事が行く突撃取材。今回は津市にある三重県難病相談支援センターを訪問しました。このセンターは難病患者の方やそのご家族に就労支援や治療の受け方などの助言を行っています。どうもこんにちは。こんにちは。今日は時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。私はですね、当センターの所長をしています川原です。ご覧の通り私は全盲でございます。イスラムミキと申します。国際結婚してバングラデシュの方と結婚したので、ムスリムとして、ヒジャブをつけさせてもらって、就労支援の方も担当させていただいてます。イスラムさん自身も難病全身性エリテマトーデスと向き合いながら支援することを心がけています。私自身も病気を抱えながら仕事をさせていただいてるんですけれども、やはりすごく波はあります。でもやっぱり無理をしないっていうことですね。であとなんで私だけなんだろうって言って泣かれるご相談者の方もいらっしゃったんですけれども、そこで実は私もなんだよっていうことを言うと、ああそうなんだっていうことで胸の内を言っていただけるということで、ピュアサポートっていう役目としてもこちらの方でお仕事させていただいてるということで、私どもがこう心がけてるっていうことは、やはり継続で就労していただけるっていうことが一番だと思うんです。お勤めされてる中で一度辞めてしまうと、やっぱ病気を抱えて次に仕事を見つけるっていうのはかなり困難なので、一回辞めてしまうとまた新しく働く先を探すのが大変なんで、なるべく継続できるようにと心がけていて、継続ので、悩まれている方の相談にも乗っていただけると、そういうことですね。お病気を持ちの方っていうのは見た目でわからないので、どうしてもやっぱり自分と戦いながら、やっぱ精神的にもいろいろと考えてしまって、お一人お一人によってね、状況が違うのは、そうなんですけど、せっかくこういう機会ですから、企業側のそういうこうマネジメントとかね、経営管理される方々で、まだまだね、よくご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、こういうことには気をつけてほしいなとか、こういう配慮とかがあるとありがたいなみたいなってありますか？例えば潰瘍性大腸炎の方だと、トイレの回数が多いっていうことで、やっぱり、トイレの行けれる時間を作っていただくようにお話ししたりとか、立ち仕事がやはり大変な方とか、薬を飲むに行かないとですね、仕事が継続しなきゃできないということもありますので、やっぱりこうちょっとした配慮があればですね、やっぱり難病者はですね、企業さんとして戦力となると思うんで。全盲の川原所長が使っている音声パソコンを見学。これでセンターの広報誌を作成しています。打ち方につきましては、全く皆さんと一緒なんで、ローマ字入力です。これ、これは三重県っていうのはいつでも普通の方が打たれるんですけども、これを変換しますと、このように一緒でこう変換することに、によってそのことが分かります。なるほど。で決定しました。知事、これはこういうことで、なるほどなるほど、こういうことでさせていただいてですね、メールもできますし、ホームページ閲覧もできるんで、これなかなか便利ですね、これね。ここでお二人に改めてインタビュー。この難病と向き合いながら仕事や子育てを続けていくために大切なことを教えていただいていいですか？無理をしてしまうと自分だけではなくて、周りの方に迷惑がかかってしまうというところで、明日っていうのがやはりわからない、皆さん一緒だと思うんですけれども、私も朝起きないと症状がわからないというところがありますので、なので今日できることは今日済ましておく、子供を授かって、子供と同じように今
成長させていただいてるっていう目線で、いろんなことで、まあ、病気も持ちながら子育てをしながらで大変って思われるかもしれないですけど、逆に楽しみながら、その病気をうまく楽しみながら、あの生活させていただいてるっていうところがあります。なるほど。じゃあまあ無理をしすぎずということで、今日できることは今日やるということで、そしてまあ楽しみながらと、まあそういうことですね。あのこれからもそういうふうにあの感じられるように自分が変わっていかないといけないなと思います。なるほど。じゃあ所長にお伺いしていいですか。はい。このセンターの職員の皆さんが相談を受けるときに心がけていることあれば教えていただいていいですか。まず一番にこう一人だけでないと、あなたのその難病になられた一人だけでないということをですね、自覚していただくことも大事です。であとですね、とセンターのとですねがですね相談のあった時に、あのその当事者の目線になって相談を解決しようということをあの心がけております。あの所長もイスラムさんもね、本当にそれぞれの当事者の方の思いに寄り添ってあの頑張っていただいてますけど、これからもどうぞよろしくお願いしますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。突撃取材の詳細は三重県のホームページでご覧いただけます。